広島東洋カープ、思ってたのと違うゲッツーを食らってしまう。点が入れば何でもええわ。シャイナーやったぜ。阪神守備ボロボロだな。さっきのシャイナーの打撃はゲッツーでも点入るゲッツーだから OK。 トコダも得る場面やで。バントの構えさえしないのくさ。2点で勝ちや。あかん。アンラッキー。ついてね。いいあたりの分やらかした。これは大山の判断力が良かった。エラーでもらった得点なのでね。帳尻合わせや。大山がうまいことやった。まあしゃあないわ。しかし1点取った。ここ1点はきついけどな。ノーアウト満塁で1点。まあしゃあないでも1点では足らんから、次の回も狙ってくれよ。あんな強烈な当たり打つからスクイズしたかった。やーい、カープの攻撃タイガース。投手に強行させるということはこういうリスクもね。今日のとこだは好調だし完封するだろう。